赤い部分が人の剣士剣士は、側摂歯のエンジン側に隣接する歯。上下額それぞれに一体ある。食物を捉え、切り裂くための歯である。人の場合、前バブを構成する歯の一つである。犬でよく発達しているため、剣士というがその他、槍のように尖っていることから戦闘歯とも言う。また、裁縫の際に糸を引っ掛けて切ることができることから、糸切り歯とも言う。 口を閉じた時の口角部に位置し、歯根が他の歯に比べ長い。歯列で、側接子の遠心側に隣接する歯のこと、成中から3番目にあることから3番とも言う。近心側隣接歯は、側接子、遠心側隣接歯は、第一小球歯である。放出が周囲の歯よりも遅いため、放出するスペースが残っていないことがあり、この場合唇側転移をすることが多い。 これを一般に、やえばという。剣士はいわば騎馬であり、人においても例外ではない。傾向としては、剣士は他の歯に比べ精査が明らかで、平均的に男性の方が女性よりも6%程度剣士が大きく鋭くなっている。また剣士は他の歯に比べ根が非常に深く頑丈な歯である。多くの歯を失った老人でも最後まで吐いており、 その寿命は一番長い。また顎の動きをアプローチするために非常に重要な派である。ありがとうございます。